パナソニック株式会社の社内分社であるコネクティッドソリューションズ社は、IT、IP プラットフォーム、ケイロスを活用し、クラウド上での映像制作、スポーツのライブ配信実証実験を2021年2月21日、昭和の森テニスセンターで開催された一般社団法人プロテニスリーグ機構様主催のテニスエキシビジョンマッチにて行いました。スポーツのライブ中継を行う現場にはネットワーク回線がない場合が多く、そういった場所でも簡単に映像制作、配信する方法が求められています。パナソニックはいつでも、誰でも、どんな環境でも簡単にシームレスにクラウドとつながり、撮影、映像制作から配信までを行えるワークフロー構築を目指し、今回の実証実験を行いました。今回の実証実験のイメージ図と特徴3ポイントは、1、ノート PC でケイロスクリエイターを使用し、データセンターにあるケイロスを会場からリモートスイッチングすることで、場所に制約されず、複数のカメラによる迫力あるスポーツのライブ配信が可能。2、スマートフォン、ノート PC など汎用機材とデータセンター内のケイロスを組み合わせることで、簡単に撮影から配信が可能なため、映像制作、ライブ配信のコスト削減に貢献。3、携帯回線 LTE、ネットワーク接続可能なカメラレコーダーやプレスイットなど、ワイヤレス対応機材を活用することで、煩雑な配線作業が大幅に削減するなどの制作現場ワークフローを改善。コロナ禍による無観客試合等に対応すべく、スポーツのライブ映像配信ニーズは高まっていますが、中継者やプロ向けの映像制作機材を現場に持ち込み、ライブ配信を実施する場合は高コストとなります。一方で、1台のカメラ撮影のみによる同角度からの単調な映像表現では、スポーツの迫力を十分に表現することができません。そこで今回の実証実験では、複数のスマートフォンカメラおよびデザリング接続機能に対応したパナソニック製カメラレコーダー AGCX350 と遠隔地のデータセンターに設置された IT、IP プラットフォームケイロスを活用し、クラウド上での映像制作、臨場感のあるライブ配信に成功しました。会場内のすべてのカメラ映像を一般携帯回線 LTE を用いてデータセンターへ伝送。それらを会場にあるノート PC 内のソフトウェア、ケイロスクリエイターを用い、リモートスイッチングやスコア追加等の映像編集を実施しました。そして制作された映像をそのままデータセンターにあるケイロスから映像配信サイトへプログラム出力し、視聴者へライブ映像を届けることができました。ケイロスをクラウド上で活用することで、中継者等の高価な制作機材を持ち込まず、スマートフォン、ノート PC などの汎用機材と組み合わせ、映像制作、ライブ配信のコストの抑制を実現しました。また、会場内の演出にはパナソニック製ワイヤレスプレゼンテーションシステム、プレスイットを活用し、配信先と会場内のスコアなどの映像演出を一つのシステムで両立することも可能にしました。これらのスマートフォン、ノート PC やプレスイットなどのワイヤレス対応機材の活用は、複雑な配線作業などを簡便化し、準備時間を大幅に短縮することで、映像制作現場のワークフローを改善しました。パナソニックは今後も現場に密着した課題解決に尽力し、映像制作現場における現場プロセスイノベーションの実現に貢献し、より多くのコンテンツが世の中にあふれ、多くの人たちがそれらを楽しめる世界を作ってまいります。パナソニック。